皆さん、こんにちは。私のチャンネルを見てくださってありがとうございます。ゲイ国が日本のホワイト国除外に対して反日運動を激化しています。本日は反日運動として挙げられるゲイ国の日本製品の不買運動について見ていきます。ぜひ最後までご覧くださいね。今月に入ってからの日本製品の不買運動の影響で、日本のビールの輸入が事実上中断されました。民主党岩病門議員が関西庁から提出を受けた日本産消費財の輸入動向によると、8月1日から10日までの8月上旬に基づいて、日本のビールの輸入額が前年同月比 98.8% 減の44,000ドルにとどまったことが分かりました。また、日本酒の輸入も8月上旬の基準で前年より 70% 近く減少、日本製品が好まれるゴルフクラブも 60% 減少しました。日本のビールと日本酒、ゴルフクラブの収入は7月では昨年より35% 前後減少しましたが、8月に入って減少幅が2倍以上に増えました。日本化粧品も8月上旬には 37% も減少しました。反日運動の一環だからといってより良い製品であっても避けるなんてもったいないですね。その売り上げの減少も米国で働いている雇用者の生活に直で影響するのではないでしょうか。その点も不安です。米国の不買運動はスポーツ界にも影響しています。プロサッカーの一部クラブは日本ビールとスポンサー契約を結んでいましたが、今回の事態を踏まえて自国のスポンサーに切り替えているそうです。しかし大半のプロスポーツは契約期間が決められていたり、まだ契約中であったりと安易に切ることも難しくなっています。加えて選手が着用しているシューズ、ユニフォームも日本産のものが多く、選手は最高のパフォーマンスを発揮するための用具として着用しています。そのためシーズン中に変えるのは容易ではなく、選手の中でも葛藤が生まれているそうです。また選手個人が日本の用具メーカーとスポンサー契約を結んでいるケースもあります。米国国内では、衣類、化粧品、酒類、趣味用品まで、日本製品の不買運動がさらに拡大しています。SNS で日本製品を確認するサイトは、片っ端から攻撃を受けるほどです。そんな中で、スポーツ選手の中では、ジレンマに陥ってる選手が少なくないと言います。反日運動が自分の生活を苦しめることになっているような気がします。国の常識にのっとった人は称賛されて、非常識を見せた際は叩かれるなんてあって良いものなのでしょうか。一人一人の大事な個性が潰されているような気がして悲しいです。本日も最後までご覧いただきありがとうございます。皆様からのコメント、ご意見、お待ちしております。みんなで楽しいチャンネルを作っていけたら私も嬉しいです。ぜひ、ゆかりに皆様の考えを教えてください。チャンネル登録もお願いします。また、次回も遊びに来てくださいね。